こんにちは、トガダシTVの動画を見ていただきましてありがとうございます。ちょっと眩しいな、これな、眩しい。ちょっとこっち向いて、こんにちは、トガダシTVの動画を見ていただきましてありがとうございます。2019年11月の上旬になってまいりまして、だんだんと寒くなってきた今日この頃でございますが、今日は船橋市地方卸売市場に来ました。お昼ご飯を食べたいと思います。今日はですね、お蕎麦屋さんでカツカレーを食べたいと思っております。で、お蕎麦屋さんのカレーということで、やっぱりそのカレーもね、ちょっとこう日本風の、ザ和食みたいな感じのね、だしという味付けになったカレーだと思うんですね。で、それにカツカレーにしたいと思います。カツが入っていて、そのカツとご飯だけでも美味しいのに、それにカレーがかかっている、いや、お蕎麦屋さんのカレーライスというだけでも美味しいのに、それにカツが乗っていると言ったらいいんでしょうか。じゃあ行ってみたいと思います。お蕎麦屋さんの玉吉さんで食べていきたいと思います。こちらでございます。お蕎麦屋さんが作る出汁が入ったこだわりカレー、カツカレー850円、こちらをいただきたいと思います。それではお店の中に入っていきましょう。注文が終わりまして、お蕎麦屋さんということで、お漬物を出していただきます。きゅうりと大根のお漬物、これが美味しかったです。グッドポーズはしなかったようですが、こちらが注文したカツカレーでございます。見ていきましょう。カレーがお皿いっぱいに広がっております。ご飯の上にカツが乗ってあって、カツの上からカレーをかけて、こういった感じ。そして味噌汁もついてきて、福神漬けもたくさん乗っております。それでは味噌汁から食べていきましょう。飲んでいきましょうかな。味噌汁も出汁が効いていて、やっぱりお蕎麦屋さんの味噌汁だなといった感じです。カレー食べていきましょう。最初はご飯とカレーを食べて、いわゆるカレーライス状態で食べていきたいと思います。グッドポーズ。続きましてカツを食べていきたいと思います。いやー、やっぱりこのカツにカレーがかかっていて、それがソース代わりになっていて、これが最高に美味しいです。熱々で本当に美味しかった。続きまして再びカレーライスの部分で食べていきましょう。このカレーライスは玉ねぎもたくさん入っていて、なんかね、その玉ねぎのコクみたいのがあって美味しかったです。さあ、どんどん食べていきたいと思います。このフォークとスプーン両方ついておりますので、スプーンを置いてカツはフォークで食べていきたいと思います。いいんですね、このフォークで食べて、このカツをカレーにこうつけてソース代わりにして、これでカツが進むということでございます。で、ご飯を食べていきましょう。このカツとご飯だけでも食べたい時っていうのがあるから、やっぱりね、この混ぜちゃわない方がいいかもしれないですね。で、味噌汁でちょっと口の中を整えまして、続きまして福神漬けに行くのかと思いきや、スプーンとフォークを持ち替えて、スプーンを持ってこの上にカレーをかけて、福神漬けたくさんのカレーライスで食べていきたいと思います。これも美味しかった。で、ここにカツがあり、あ、違ったな、カツがあるんだけど、そのカツとは別にお肉も入っておりましたので、今度はお肉とご飯とカレーで、このお肉もね、やっぱり美味しかったですね。で、どんどんと食べていきたいと思います。で、カメラを置いて今度撮ろうと思いましたので、ちょっとぐるりとお皿を回しまして、こちらの角度で見ていただければと思うんですが、あんまりこの角度じゃない方が良かったかもしれないという反省課題事項でございます。カツが美味しくて、で、ソースが机にありましたので、机じゃなくてテーブルかな、テーブルにソースがありましたので、ソースも少し垂らして食べていきたいと思います。お蕎麦屋さんですので、もちろん七味もありますので、この七味もかけて食べていきましょう。ピリ辛にして味が引き立って美味しいです。で、カツを食べて、このご飯だけの部分を食べる、これがカツライスっていうんですかね、カツ定食みたいな感じで美味しかった。で、この厚みだよというのを横から見ていただきましたが、今の結局カツは食べなかったの。このままどんどん食べていって、福神漬けを上にかけて、で、カツを食べまして、そこからもう一回カツ持ったな。なんかちょっとこれ編集上でご飯を食べているところは映っておりませんが、まあカツがとにかく美味しかったということでございます。で、カツが口の中に入って残ってるところにカレーとご飯を一緒に食べれる、この幸せ感で、あとはどんどん食べていこうじゃないかということで、
カレーをご飯の上にしっかりとかけまして、で唐辛子チビだけにさらに唐辛子をかけて食べていきたいと思います。これは最高です。どんどんとなくなってきておりますが、まだカツはありますので、カツでこうしてカレーのルーをご飯の方に寄せて、それでカレーを食べていこうじゃないかということでございます。いやー美味しかった。最後の方の味噌汁は味噌が下の方に沈んでることもありますので、こうして振りまして混ぜて飲んでいきたいと思います。それでカツを食べて最後はカレーを食べていくということでございます。この口の中にまだ残っている状態、さっきも言ったけどそこにカレーが混ざると最高なんであります。ということで最後はカレーとご飯を一緒に食べまして、今回はカツカレーを船橋市地方卸売市場にありますお蕎麦屋さんの玉吉さんで食べたという動画でした。グッドポーズしまして、最後にお水を飲んで口の中を整えて退席していきたいと思います。今回も唐辛子 TV の動画を見ていただきましてありがとうございました。グッドポーズは最後はしなかったか。はい、ということで行ってきました。ちょっとこれ逆光だな、逆光だからこっち向こう。はい、ということで行ってきました。美味しかったです。いやー、このカツっていうかカレーライスをね、カレーライスをガーッと一気に食べられるあの感覚ってあるじゃないですか。時々カレーは飲み物などという人いますけど、そういう感じですよね。ガーッと食べれるんだよね。でそこにカツが乗ってるから、そのカツとご飯だけでも美味しいし、カレーとご飯でも美味しいし、それプラスカツとカレーとご飯、その3種類も美味しいんですよね。でお蕎麦屋さんということですから、七味とかもありまして、で七味ちょっとかけるので、ね、やっぱりね、私唐辛子 TV ですから、やっぱりちょっと七味というか唐辛子がかかったの美味しいですよね。それにあとソースも置いたんですね。だからソースをちょっとカレーに垂らして食べると、またソース感がね、ソースの味が出てですね、それも美味しかったなという感じでした。ということで今日は船橋市地方卸売市場でカツカレーを食べた時の動画です。私の唐辛子ビデオはですね、他の市場で食べた料理だとか、この船橋市地方卸売市場で食べた他の料理などもありますので、ぜひ見ていただければと思います。ということで今回も唐辛子ビデオの動画を見ていただきましてありがとうございました。グッドポーズ。